こんにちは、宇治天然温泉源氏の湯です、当店おすすめ2019年3月の紅屋弁当を頼んでいます、このようにタケノコの、炊き合わせ、ハスン、赤貝の煮た赤貝ですね、赤貝を酢味噌で和えたものを作り、それから、牡蠣の磯辺揚げですね、とあとナムル入った本当に豪華な、セットになってます。これと、ご飯がついてるご飯、茶蒸しお味噌汁がついてるというセットですね。じゃあ、実際どういうものなのかちょっと食べてみたいと思います。じゃあちょっとこの穴をいただいてみようと思いますね。可愛らしいですね。じゃあいただいてみようと思います。いただきます。うん、美味しい。穴子はもう口に入れた時の香ばしさがたまらないですね。適度に甘みもあって本当にね、もう一つ食べたくなるけれども1個しかないからしょうがないという感じですね。これだけじゃなくて他にも、ローストビーフとかもあります。本当にね、このハッスンだけでもすごい豪華、なのでぜひ他のやつはどういう味やというのは、当店に来て、注文して味わっていただきたいと思います。以上です。失礼いたします。